クングストレードゴーデン駅は、ストックホルム地下鉄の鉄道駅である、王立公園駅とも、駅名は、東隣にあるクングストレードゴーデンにちなむ、10号線及び11号線で構成される、ブルーラインの東端に位置する、ターミナル駅である。西隣の駅は、10号線、11号線のいずれの場合でも、デイセントラーレム駅である。駅は、 1977年に完成され、同年10月30日に開業された。駅舎は、およそ1億8000万年前の、ストックホルム加工ガムを用いて構築された。プラットフォームは、海面下およそ29.3メートル、地盤面下およそ34メートルのところに位置している。内部芸術家のウルリック・サミュエルソンによって設計された。サミュエルソンは、 王立公園に建っていたデラガーディエの宮殿、マカロス宮殿の他に、ストックホルムの郊外の歴史をモチーフに、地下の洞窟庭園をイメージしてデザインした。駅には、1950年代から1960年代にかけて、ストックホルムの中心部が再開発された時に、実際に発見された遺物が展示されている。 洞窟で生息するレサーシャデンテ電気処理スと呼ばれる雲がいる場所は北欧ではこの駅に限られる。スウェーデン王立歌劇場南へおよそ150メートルほど行ったところにノール運河がある。南へおよそ300メートルほど行ったところにガムラスタンがある。北東へおよそ150メートルほど行ったところにベルチェリー公園がある。西へおよそ120メートルほど行ったところに スウェーデン王立歌劇場や聖ヤコブ教会がある。北へおよそ130メートルほど行ったところに聖遊ジニア教会がある。ありがとうございます。